台湾の皆さん、こんにちは。兵庫教育大学の吉水博也と申します。今日は資質能力の3つの柱と社会科探究学習というテーマで話をさせていただきます。発表の構成はこのようになっております。まず、文部科学省が今回の学習指導要領の改定に伴いまして、資質能力の3つの柱と3つの評価の観点という形でですね、特に3つの柱というのをですね、強調しております。確かな学力、健やかな体、豊かな心というですね、この3つをですね、三位一体的に捉え、かつ、総合的に構造化したということであります。何を理解しているか、何ができるかという知識、技能、そして、今回中核になるかと思いますけれども、理解していること、できることをどう使うかという思考力、判断力、表現力と、そして社会科でですね、育成していく、その市民的な資質というところにも関わっており、生涯学習ともですね、大きく関わっている学びに向かう力、人間性等というこの3つの柱を想定しているということです。学びに向かう力、人間性等というのは、どのように社会、世界と関わり、より良い人生を送るのかということですので、私にとっては、ここがですね、非常に大切なところではないかな、ここが本当のその究極のゴールではないかなというふうに考えております。3つの柱に対応して、評価も3つの観点に整理をされています。すべての教科でこのように3つの観点に整理をされました。知識および技能は知識技能、思考力、判断力、表現力等というのは、思考判断、表現というふうになっておりまして、力が取れております。これはですね、思考とか判断とか表現とかっていうのをですね、状態として見取っていこうということであります。学びに向かう力、人間性等というのは、主体的に学習に取り組む態度というふうに観点では示されております。これはそこに書いております通り、自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど、自らの学習を調整しながら学ぼうとしているかどうかという意思的な側面を評価しようということで、つまり自分自身をですね、メタ認知するということです。自分のやっていることをモニタリングし、そしてモニタリングの結果ですね、コントロールできるかどうか、できているかどうかということを見取っていこうということです。この3観点が評定に結びつくということになります。一方、学びに向かう力、人間性等については、感性や思いやりなど、要するにこの評定に馴染まないようなものもあるということで、こういったものは、その伸びをですね、個人内で評価するということになっています。この3つの、柱、特に思考力、判断力、表現力等をベースにし、かつですね、学びに向かう力、人間性等、これを市民的資質というふうに捉えたときに、社会科ではですね、どういった学習が必要になってくるのかというときに、ベースになる考え方として、岩田が1991年に言っている概念探究価値分析型社会科というのをまず紹介したいと思います。ただこの概念探究価値分析型社会科ではですね、少し不足する部分があるだろうということで、これをですね、モディファイして、新しいですね、提案をしたいというふうに考えています。岩田はこの概念探究価値分析型社会科の中で、知識の構造化というのをですね、大きな一つの柱にしております。この知識の構造化、基本的にはですね、もう今どこの国でも言われているようなですね、記述と説明というようなもの、特に説明を中心としたような学習を進めるということでございます。岩田はこのように知識を構造化しています。いろんな問いに対応してですね、習得される知識というのを設定しておりまして、中でも説明的知識というのが社会科のですね、授業の中核になってくるだろう。そのために説明的知識を獲得するためのなぜという問いを設定し、そのなぜの習得を繰り返すことによって一般概念化するというようなことを考えております。というところが概念探究という名称につながっているということです。岩田はそれだけではなくてですね、価値判断を求める問いというのもですね、設定しております。これは、その後10年間ぐらいでですね、さらに、
批判的知識をどのように獲得するのかというプロセスが精緻化されていっておりますけれども、まあ、あの事実に関することと価値に関すること両面をですね、構造化した知識という形で獲得する過程を想定しているということです。概念探究過程はこのようなプロセスになります。基本的には問いの発見、仮説の設定、検証というですね、科学的な探究のプロセスを取るということになっていますけれども、問いの発見という、まあ、発見という言葉が表しているように、情報を与えてですね、その情報を分類比較する中で、いろんな齟齬を見つけてですね、問いを発見するというプロセスを大切にしておりまして、これは私も非常に重要なことだろうというふうに思っています。どんな問いを設定するのかということを岩田の論に即して、吉水が整理してみましたら、このようなことかと思っています。一つは当然、まあ、なぜ疑問を設定していくわけですが、教科内容の構造に即した問いでなければなりません。そして、生徒の意欲をですね、喚起するためにも、常識では説明できないような問いを設定する必要があると思っています。まあ、普通なら A になるのに、どうしてこの場合だけ B になっているんだろうということです。そして、さらに、みんなが知っていて誰も知らない問い、つまり非常に、身近なところでですね、起こっていることなんだけれども、実はその理由をですね、誰も分かっていないという、こういう問いが教室内の学力差を感じさせない問いということにつながっていくんだろうというふうに考えております。価値分析過程はですね、価値論争問題を設定するというところから始まります。これは恒常的、つまりいつでもどこでも起こるような問題で、社会的、つまり自分一人の問題ではなくて社会全体の問題であるというような、そういう論争問題を設定し、事実の分析的検討と未来予測をした上で、私たちはどうするべきかという価値判断をするというプロセスになっています。岩田の概念探究価値分析型社会化は、基本的に概念探究過程が先に来て、価値分析過程がその次に来るという、プロセス、まあ、リニアなプロセスを、たどっております。説明主義社会化というふうに、まあ、日本では分類されています。これは知識技能の獲得、それから思考力、判断力、表現力等にはですね、対応できるというふうに、私は考えています。つまり、まあ、探究的な学習の過程は取っているだろうということです。一方で、学びに向かう力、人間性等というのは若干弱いところがあります。というのは、科学の成果に基づいた知識の獲得、そしてそれを世の中の問題に当てはめるというプロセスですが、我々の生活はそういうプロセスにはなっていないと思います。世の中で起こっている問題について、自分たちの力、まあ、知識がですね、不足しているということを認識すれば、自分で学習をするという、まあ、これが通常の流れではないかなということですので、むしろ、価値分析過程の冒頭にある価値論争問題というのが単元の冒頭に来て、そして、その問題を解いていくために、概念探究をしていくという、まあ、このプロセスの方が、日常の生活にですね、即しているのではないかというふうに考えたわけです。そこで、PBL 的社会化単元構成というのを提案したいということです。PBL はご存知の通り、プロジェクトベースラーニングとか、プロブレムベースラーニングというものでございます。で、そこに適という言葉をつけています。まあ、プロジェクトベースラーニングも、プロブレムベースラーニングも、経験主義的なですね、まあ、の考え方をとっています。これは、まあ、成人教育には適しておりますが、限られた時間の中で社会認識の形成を図る必要がある中学生には、計画指導という観点も必要ですから、まあ、適というのをつけてちょっと区別をしようということです。当然学習者中心となるような工夫も取り入れなければなりません。プロジェクトのゴールの到達、またはプロブレムの多様な解決ルートの発見ということを目指して、知識や概念を原則として自学によって獲得するという、単元構成を提案したいということであります。具体的にはこういうことです。恒常的社会的論争問題との出会いというのが最初にありまして、まあ当然これはどうすべきなのかという問いを投げかけられる、自分たちでそういう問いを発見するということになりますから、規範についての問いということになります。現時点での自分の答えを出したところ、当然、知識が不足しているということを悟るということになります。そうするとその次、第2次ですけれども、必要な知識の獲得をしなければならない。
じゃあ一体必要な知識って何なんだろうと、必要な概念って何なんだろうという確認と選択をすると。当然そこでですね、教師が効率よくその知識や概念を教えるということもありますけれども、反転学習のように教科書を使って、自学をした上で学校でですね、さらにそれを元の論争問題に即してですね、考えるような学習を設定するということも当然考えられます。そういった探究過程を、精査しつつ繰り返すことで学習のダブルループ化というのが図れることになるかと思いますし、なかなか答えの出ない問いに対して粘り強く、考え続けるというネガティブケイパビリティというのもですね、身についていくのではないかなというふうに考えています。そういった、知識や概念の獲得を通して元の問題に戻っていくというのが第3次であります。社会的論争問題、恒常的社会的論争問題への再チャレンジをするということと、こういった知識で十分なのか、こういった考え方の枠組みでいいのかということを再度ですね、精査するということを通して、単元をですね、の全体を回していくということになってまいります。具体的に付属中学校、兵庫教育大学の付属中学校の3年生でですね、実践した事例をご紹介したいと思います。これはマスメディアと世論という単元であります。これはですね、基本的には三権、行政、立法、司法というふうに書いていますけれども、この三権分立、分立をですね、学習する単元なんですが、そこに、あえて、テーマとしてもマスメディアと世論というのを前面に出して、マスメディアがですね、第四の権力と位置づけられているんだという説を生徒たちに紹介いたします。でその中でですね、私たちはマスメディアとどのように付き合うべきなのか、今回もですね、アメリカの大統領選挙の、時期でありましたので、メディアがどんなふうに報道するのかとか、日本のですね、政権もですね、総理大臣が変わったというタイミングでしたので、それをマスメディアがどのように報道するのかということを、具体をですね、見ながら、私たちはマスメディアとどのように付き合っていくべきなのかということを掘り下げていこうという構成です。第1次はですね、そのようなメインクエスチョンを獲得するという段階です。具体的には新聞2紙を読み比べてですね、集団的自衛権についてどのように考えるのか、政治に対してどのようなイメージを持っているのかということを、共有していくというのが第1次です。その第1次の中で生徒たちはメディアに対して正確で偏りのない情報を提供することを期待しているんだというふうに、言います。新聞によって社説の考え方がですね、ほぼ180度違ったということを、読み比べた中で、偏らないようにしてくれというふうに言うわけですね。しかしそれは無理な話です。第2次、第2次は文脈、脱文脈、再文脈化という流れでして、新聞による日常の話題と教科書レベルの日常から少し離れた話題を交互に学習するということを繰り返します。つまり新聞の読み比べをですね、何度もしつこくやるということと、読み比べをする中で自分たちに不足している知識を教科書をベースにですね、学習する。しかもその教科書の知識は生徒が、自分たちで調べてきて、授業のようにですね、先生の代わりに、教えていくというようなことです。その際に、ここで授業をコントロールされた安永先生は、なぜという問いを必ず投げかけて授業を行うようにということをですね、強く推し進めていらっしゃいます。そういった段階になると、私たちはメディアの情報に左右されているんだと。それを、メディアの情報をそのまま自分に取り入れると、自分の意見というのができなくなってしまうというようなことに気がついたり、多くの情報を自分なりに組み合わせて考えていくことが大切なんじゃないかというふうなことに気づいていきます。第3次は、教室の中にとどまらない社会化ということで、新聞社で実際にですね、論説、社説を書いている論説委員の方に来ていただいて講演してもらい、それに対して生徒が質問し議論するという場面を設けました。私たちはマスメディアとどのように向き合うべきなのかということをですね、実際に記事を書いている人を前にですね、意見を投げかけようということです。これによって自分自身をメタ認知するというところがさらに進むのではないかというふうに考えたということです。
この段階になると、新聞同士の読み比べもできるけれども、新聞以外にもメディアはたくさんあるので、テレビ、まあ、かける、インターネットとかもやってみようと思ったとか、新聞の意見、まあ、書き方っていうのは、まあ、それに賛成とか否定するとかっていう、そういう読み方だけではなくて、自ら問いを作るように促す役割が、まあ、メディア、まあ、新聞にはあるんじゃないかということを学んだというふうに、言っております。これはなかなか深まったあの考えかなというふうに思いますけれども、まあ、自ら問いを持ち続けるということが大事なんだよっていうのが新聞からの真のメッセージではないかというふうに捉えているということであります。こんなあのふうにですね、どんなふうに付き合うべきか、まあ、もっと具体的でもいいんです。あの原発がですね、原子力発電所が再稼働しておりますけども、本当にそれで良いのかっていうのは、まあ、そういったことでもあの構いません。いろいろあると思いますけれども、単元に即し恒常的社会的論争問題というのを設定し、それに対応した形でですね、知識、技能、それを獲得する、それを用いて、考える、判断するというようなことが重要ではないかということです。資質能力の3つの柱に即した学力形成とリフレクションの重要性ということをですね、今日はあの述べたというふうに思っております。特に知識技能は教科書の役割というのが引き続き重要なんですけれども、学び方としては、まあ、デジタル教科書の普及が今後あの進んでいくということで、まあ、より反転学習的なものが増える可能性があるということと、その布石として今回は、生徒による授業というのを設定したというふうに考えています。思考判断表現については単元の構成自体がですね、まあ、これを意識せざるを得ないといいますか、常に私たちはどうすればいいんだろうか、どうすべきかというところにですね、判断のところに持っていくような単元構成を考えたということです。問いを粘り強く持ち続けてですね、答えを出そうとするというところがですね、この単元構成の一つの特徴だというふうに考えております。引用文献は以上です。授業の方もですね、ご覧いただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。は、議会制民主主義という名前でも呼ばれています。ここで、もう一つ考えてほしいんですけど、この直接民主制と間接民主制のメリットとデメリットを、ちょっとだけ判で話し合ってもらって、次はあの順番に判定と発表してもらうんじゃなくて、ポンポンと出してもらったらいいです。じゃあちょっとだけ話し合ってください。先ほど第1部で高橋さんの方からお話いろいろいただいたんですが、これについてちょっと生徒の皆さんの方からご質問なりご意見をいただきたいなと思います。鈴木ですかね。はい、僕から質問させていただくのは、この中学生はもう15歳なので、もうすぐ
もらえるじゃないですか、選挙権を。そうなった時、政治に対してどのような意識を持てばいいのかっていうことなんですけど、そうなった時にやっぱり知っておきたいのが、これからの政治ってやっぱり菅総理が引っ張ってるじゃないですか。やっぱり安倍総理と菅総理と違って何かを知っておく必要があると思うんですけど、聞いてもよろしいでしょうか。はい、これは日本政治の特徴なんですけど、安倍さんっていうのはお父さんも政治家、おじいちゃんも政治家ですね。いわゆる世襲政治家と言われる人。反してこの言葉聞いたことあるかもしれないけど、菅さんは叩き上げ、いわゆる政治家一家ではなくて自分の力で横浜市議になり、そこから国会議員になったという叩き上げ、この違いはすごく大きいと思います。皆さんもわかると思うけど、その家のもうそれが当たり前、政治家がそこにいるのが当たり前の家に生まれたこと、そうではなくて政治家になりたいと言ってそのために努力してきた人と、おのずと多分違ってくると思うんですよね。だから安倍さんは持ってる当たり前、自分のその国家観みたいなものね、この国をこういうふうにしたいというのは安倍さんにとっては持ってる当たり前のこと。でも菅さんっていうのはよくそのこの前も代表質問とかあったし、この前所信表明演説っていうのがあって、菅さんが初めて国民に対してスピーチをしたね、場所、国会の中で、あの時にもやっぱり各紙の新聞、朝日新聞だけじゃなくて社説とか読んでても、やっぱり国家観が見えないというふうに批判をされていて、この要するに携帯電話は値下げしますとか、なんかこう細々とした政策はあるんだけれども、じゃあこの国をどうしたいですかっていうことが今一つ見えないなっていう、この違いは、逆に言うと安倍さんはこの国をこうしたい、美しい国へという理念先行型で、細かな政策っていうのはあんまりこうそんなに関心がない感じっていう、お互いこう対照的な感じはするなというふうに思います。だからどっちがいいかっていうのは分かんない、これから見ていかなきゃいけないし、菅さんの国家観が出てくることも待ちたいと思います。とりあえずこんな感じ。